はい、それでは、11-01B ですね。はい、の解説をします。次の行列を解答欄を使って行列式などは変わらないように基本変形し、行列式を求めようと。ね。はい。まあ、普通は紙で書いてやるんですけども、まあ、こういうふうにしてやることによって、まあ、この場でちょっと全部完結させようと。ですね。ですね。どうしましょう。まあ、2行目をですね、2行目を1行目と3行目それぞれ足しますか。で、そうするとですね、マイナス1の、それから、1の、1の、それから2ですね。で、ここはまあ、そのままということにしておいて、2の、マイナス2の、マイナス3と。はい。で、次にですね、これを足してやりますから、0の、2の1と。というふうになりますと。ね。で、ここでさらに、1行目の2倍を2行目に加えてやるとですね、まあ、変わりませんので、それを使ってやりましょう。そうすると、行式の値が変わらないようにしないといけないので、マイナス1、1、2ですね。で、2倍して足しますから、0の、ここ0ですね。で、1ですね。はい。で、ここも0、ここは0に1と。0、2、いうですね。はい。で、一応確認しておくと、ここで合ってますかね。2、マイナス2、マイナス3で、0、0に1で、マイナス1、1、2ですね。で、はい。で、これを2倍して足すと、0、0、1の0に1と。ということで、これですね、最後、これは入れ替えると、入れ替えると三角行列になるんですね。0210で三角形ですね。で、入れ替えることによって符号は変わりますけども、ここにマイナス1がありますから、まあ、対角線の積がマイナス2で、入れ替わってマイナス1ですから、答えはここ2ということはわかります。ということで、まあ、チェックしてみましょう。はい。ということで、正解です。ですね。はい。まあ、こんな感じでやってもらえばいいと思います。